カジノドライブ、カジノドライブは日本中央競馬会に登録されていたアメリカ産の競争馬であり、現在は種ボバとなっている馬である。半兄にベルモントステークスカチューマのジャジル、半姉に同じくベルモントステークスとケンタッキーオークスカチューマのラグズトリッチズがいる。馬名は一角千金の旅という意味。2006年のキーンランドセプテンバーセールで ただ、シンソンに95万ドル、約1億450万円で落札されて、日本に輸入された。その後、ファンタストクラブで育成され、2007年の春先に、ミホトレーニングセンターの藤沢和夫級社に入級。夏競馬でのデビューを予定していたが、6月に、調教のため起乗した、青木義行を振り払っ放し馬。その際に、馬がつまずいた結果、 フレグモーネを発症し、放牧に出され、デビューが遅れた。夏に発症したフレグモーネが治癒し、1月に気球。新馬戦を2回除外され、その度に安城予定が変わるなど、順調さを変えたものの、3回目の登録となった2月23日に、京都競馬場で行われた3歳新馬戦竹とよ、騎でデビューし、2着に2.3秒の大座をつけて、初勝利を挙げた。 デビュー後は、決闘背景、新馬戦での勝ちっぷりが話題となり、半ニ、ジャジル、半ネ、ラグズ・トリッチズに続く、ベルモント・ステークス制覇を期待する声もあり、同行が注目されていた。オーナーの山本秀俊、氏、上京市の藤沢和夫も、ベルモント・ステークス挑戦の意向を示し、4月14日にアメリカ遠征を行うことを正式に発表。同じ藤沢旧社所属、 山本オーナー所有の両馬、シャンパンスコール、スパークキャンドルの2頭を帯同馬として引き連れ、4月30日に渡米した。渡米後は JRA に海外出張届を提出し、調教のために帯同した機種の青木義行らの手によってステップレースとなるピーターパンステックスへ向け調整された。暗状にはデビュー戦に引き続き竹豊が予定されていたが、 金量の問題により起乗できず、藤沢旧舎と馬主に縁のある県とデザーモに変更された。そして迎えた遠征初戦、5月10日のピーターパンステークスでは一番人気に支持され、2着に5馬身3、4差をつけて圧勝した。この勝利は、日本超強馬によるアメリカダート重賞においての初勝利となった。また、起乗したデザーモは、当馬の実力に感激し、 本番のベルモントステークスでは、ケンタッキーダービーを無敗で制したビッグブラウンへの騎乗予定があるにもかかわらず、プリークネスステークスが終わるまで安状予定を明けて待っていてほしいと調教師の藤沢に頼み込んだという。ピーターパンステークス優勝後に姉のラグズトリッチズを所有していたデリックスミスとマイケルテーバーが山本秀俊氏に金銭トレードを打診していたことが5月15日に、 明らかになった。遺跡金は1500万ドル、約15億円となっていたが、山本秀俊は即座にこの申し入れを断っている。ピーターパンステークスの1週間後に行われた、プリークネスステークスでは、デザーモが起乗する、ビッグブラウンが優勝し2冠を達成。この時点で、ベルモントステークスでの当場へのデザーモの気はなくなる。シアトルスルー以来年ぶりの無敗の冠を、 狙う、ビッグブラウンと、2頭のケイシに続く3連覇を目指す、東馬の対決が、米国内で大きな注目を集めた。オーナーの山本は、米国内での当馬への期待を考慮し、ベルモントステークスでの安城を当初予定の竹、豊かから変更し、アメリカの機種に依頼することを5月18日に発表。その後の競技の結果、エドガ・プラードを安城に迎える。 ことが5月29日に決まった。しかし、機種が決定し本番へ向けて、順調に調教をこなしていた矢先、ベルモントステークス前日の6月6日に、左後ろ足に、在所発症。人営はレイナの決断を、レース当日まで持ち越して、治療を行ったものの、当日早朝に、大事を取って、出走を取り消した。その後月日にタイドバラとに帰国し、 競馬学校で検疫を受けた後は、ファンタストクラブに放牧へ出され休養に入った。休養を終えて8月16日に、一旦、函館競馬場に入球し、8月22日に、美ホトレーニングセンターへ帰球した。当初は9月上旬に、ブリーダーズカップクラシック出走へ向けて渡米する予定だったが、在庫の影響のため調整が遅れ、渡米日程を変更。 9月24日から9月30日まで、ミホ文場で輸出検疫を行い、検疫後の9月30日には、ブリーダーズカップクラシックと、そのステップレース両方に、ビクタエスピノーザが起乗することが発表された。そして10月1日にタイドーバのシャンパンスコールと共に、ナルタ空港を出発し、約11時間後に、ロサンゼルス国際空港に到着。到着後は、 ハリウッドパーク競馬場で検益を受けた。検益後の10月12日にピーター・パン・ステークス以来の実戦となったサンター・ニタ競馬場で行われた条件戦に出走し、単勝1.4倍の一番人気の指示に答え勝利した。その条件戦から中一周で臨んだブリーダーズ・カップ・クラシックでは、ースタートから鼻に立つも、最終コーナーから徐々に後退し、 最下位に敗れた。レース後は、当初11月2日に帰国予定だったが、台東場のシャンパンスコールが11月5日に、一般競争に出走したため帰国を延期し11月10日に帰国。帰国後は、競馬学校で5日間の輸入検疫を受け、その後阪神競馬場に移動し3週間の着地検査を受けることになった。阪神競馬場での検疫が決まったことで、陣営は、 ジャパンカップダートに出走登録を行った。ジャパンカップダート登録前時点で、当馬は重賞馬ながら中央競馬では1600万、下クラスの条件馬であり、出走登録した日本馬38頭の賞金順では最下位であったが、当年からレーティング上位5頭に優先出走権が与えられることにより、当馬のレーティング113ポンドは4位にランクインし、出走権を得た。 同時に、安城は、安藤勝美に乗り換わることも11月24日に発表された。バーミリアン、サクセスブロック圏に次ぐ3番人気に支持された、ジャパンカップダートでは、道中行為を進み楽な手応えで直線に入るも、伸びきれず6着に敗れた。2009年、明け4歳となった、カジノドライブは、前日の通り1600万円以下条件に、 クラス分けされていたため、1月24日のアレキサンドライトステークス1600万円以下条件に引き続き安藤克美が期して出走した。レースでは最終直線であっさりと抜け出して勝利し日本国内ではデビュー戦以来の2勝目を挙げオープン馬となった。レース後の1月27日に2歩分場に短期放牧に出されて2月10日に帰球し、 2月13日にドバイワールドカップへ選出を受諾し、出走馬決定順で17番目の時点だったため、フェブラリーステークスに出走ずに、同競争へ直行する予定であった。しかしダイワスカーレットの引退トロール・オブ・ザ・ダイスの回避により、フェブラリーステークスに出走可能となったため、当初の予定を変更して出走することになった。前走で起乗した。 安藤勝美は当初ダイワスカーレットに起乗する予定であったためミルコデムーロに依頼するがダイワスカーレットが回避することになったため引き続き安藤勝美と共に挑むことになった迎えた2月22日のレースでは手応えよく先頭へ踊り出るも外側からサクセスブロックンに交わされて2着と赤敗したフェブラリーステークス後の2月24日に再び ミホ文城に移動しても1日間の輸出検疫を受けて、当初は帯同がなしで、ドバイに遠征する予定であったが、関西馬のバンブーエールがドバイゴール電子品に選出されたため、共にミホトレーニングセンターで検疫を受け3月16日の成田空港発のチャーター便で出国した。ドバイワールドカップでの安状は、当初ピーターパンステークスで騎乗したんとデザーモに、騎乗を打診したが、当日は、 フロリダダービーに帰場するために断られ、オーナーの希望により引き続き安藤勝美で挑むことになった。そして迎えた3月28日のドバイワールドカップでは発着という結果に終わり、レース後の4月2日に同じくドバイ遠征を行っていたウオッカとバンブーエールーと共に関西国際空港に帰国し、検疫のためにミキホースランドパークに入球した。しかし、その後左前足に、 重度の屈腱炎を発症していることが発覚。5月1日に JRA 競争場総合研究所常磐支所へ移動し肝細胞移植の手術を受けることになった。2011年3月6日のニガワステークスで1年11ヶ月ぶりに実戦復帰。道中絶好の手応えで2番手を追走し直線入り口で先頭に立ったが失速し急着に敗れた。 5月1日のアハルテケステークスでは、後一位層から3から4コーナーで逃げる、東方オルビスに、馬なりのまま、並びかけたが、後方待機していた、ブライトアイザックに交わされて3着。5月29日の翼賞では一番人気に支持され、道中後一位層も、直線で伸びず8着に終わった。この競争を最後に競争場を引退。ヤシロイスタリオンステーションで、 タネボバイリすることになった。2015年にサン区がデビューした、父マインシャフトは遅咲きながら、アメリカの年度代表馬に輝いた。母ベターザンオナーは、アメリカ G3 のカチウマで、繁殖入り後は、ベルモントステークスカチウマのジャジル、父シーキングザゴールド、同じく、ベルモントステークスなど、G1 競争4勝のラグズトリッチズ、父 AP インディ2の2頭の G1 競争優勝馬のほか、 2009年のブリーダーズカップマラソン優勝馬マンオブアイアン、父、ヤイアンツコーズウェイを輩出。当馬と合わせて4頭の重賞優勝馬の母となっている。楽しくご覧になりましたら、高読と良いです。クリックしてください。